じゃあやられようか。テラファースト。チンピンすなさい、見とれなさいよ。取れている場合じゃねえだろ。私に勝ってもお面が増えるわけじゃないし、それじゃあ遠慮なく。どう、生かすでしょ。生かしてんじゃん。俺の面やっぱチートにあげる。ダメ、早い者勝ち。それにあんたの面、鬼のやつ大事にしてたじゃん。だけどもお面はお祭りで買えるんだから、チートはこのままでいいの。それじゃあ行くわよ。ああごめんな、チート。いいよいいよ、姉ちゃん憎まれグッズは叩いてっけど、チート避けるまで一生懸命3つ目探してたんだ。内緒だよ。まあそれぐらい一生懸命なやつってことな。表祭り焼き高見センターでやってる。それじゃあ行こっか。じゃあ表祭りか。回復して、あ、ちょっと待って、お願いしやす。テラスタローブチャージもありがとうございます。じゃあもう、あれ、空を飛べないのか。あ、ここか。じゃあお祭り行こうか。にぎやかだねー。あれは、これが表祭り、今日から何日か続く。こんな大きい祭りパルディアでもやってないんじゃない。そうだね、やってないかも。意外と北上都会にも負けてないのね。チート気使わなくていいからな。記念に写真撮ってあげる。ロトリボを貸しなさいよ。いいよ。チートもすぐ、もうちょっと寄って。姉ちゃん足踏んでる。ちょっとぐらい我慢しなさい。行くわよ。はい、ピッピ。チーズじゃなくてピッピなんだ。ドリドリ。祭り感満載でいい感じね。表祭りは3匹のトモコ様の勇姿をたたえるお祭りなのよ。トモコ様はかつて北上を悪い鬼から守ったポケモン。私とか村の
村の子のお面もありがたいともっこ様のお面なんだよ。あ、何笑ってんのよ。別においさまのこと何も分かってないなって思って。はあ、北上の伝説私の方が詳しいっての。弟のくせに生意気って。すぐはお子ちゃまだから悪敵存在に憧れちゃうのよね。ともっこ様より鬼の方が好きなの。あ、見てリンゴ飴。岩谷さん行こう。都合悪くすぐ逃げんの。そっか。あのリンゴ飴2つ。いや、2つね。いいの、俺の分まで。ありがとう。チート1個あげる。ばあちゃんからの小遣いさ。もらってっから、あ、小遣いさもらってっから気にしないで。リンゴ飴って普段食えないから好きだな。ばあちゃんが作るやつ、いつも餅ばっかりだし。北上にはリンゴ飴みたいなポケモン子もいいんだよ。あっちさ行ってみよう。リンゴアみたいなポケモンか。え、どっち行った？行き過ぎたか。あ、大丈夫か。あ、マジでスイ君と剥がれたんだけど。完全に死角にいたわ。鬼退治フェスやってるよ。君たち挑戦してみない？鬼退治フェス、あれ、パルテガから来てる子だよね。だったらお題はサービスしちゃう。マジで。あ、チートこれやるんだ。遠くから応援してる。あんたも鬼退治。さっき私もやったけど楽勝だったよ。ちなみに私のスコアは6390。超えられるかしら。チートけっぱれ。6400を超えればいいってことだな。え、何すんの？説明がないんだけど。鬼退治は水力タウンの昔から伝わる催し物です。たくさんの木の実を集めて木の実台まで運び高得点を狙いましょう。フェスエリアには4色の鬼バルーンが設置してあり、鬼バルーンを割ると中に入っている木の実を拾えます。拠点には色の違う木の実台が4つ置かれています。木の実台には対応する色の木の実を A ボタンで乗せられます。決められた数の木の実を乗せればクリアです。たまに食いしん坊ポケモンたちが木の実台の木の実を食べようと集まってくることがあります。放っておくとどんどん食べられてしまうので R ボタンを脅かして追い払いましょう。赤2、緑4、他にね。どこ行けばいいの？こういうこと？こういうことね。星狩り出現。どこだ？どこだ星狩り出現。見えねえな。おら！おら！おら帰れ！ってやってる場合じゃねえ。どこ行った？あ、てめえ食ってんじゃねえ。クワリスが出現。あれ時間ねえ。
クリア。クリアしましたけど。レベル1。これでレベル1。ネクストステージ。6644。赤6、緑6、4。次のステージ大丈夫かこれ。これなんかいろいろ集めるとダメ、個数制限ありますみたいな感じあんのかな。なかったら普通にパパパパパパって集めて終わりになりそうだけど。普通に終わりそうなんだけど。え、終わりました。6798。まあてか個数はどうせあれだもんな。灰色が8個か。で赤があと1個で青が9つか。で青残り1個。あー ここまではもういっぱいだけど。一旦クリアだけども、え、終わり？やったー。何で？体力持ち。持ちって何？なんか木の実も手に入ったし、テラピースや。サッカーアイテムとかももらってる。羽もあるし。お疲れ様。スコア5128だったが、景品はこちらです。経験お守り。持ってるとポケモンが得られる経験値が増える。不思議によく伸びるもん。よろしい。裏一番のオニバルンキングと言われてるこの私の勝ちのようね。追い打ちをかけたいけど小遣い残り少ないし。すぐあんたの代わりにチートもっと任しなさい。いや、やだよ。あんた姉ちゃんよそ者の肩持ってんの。うるさくてごめんな。俺相手してっからチート他回ってて。ん？なんだあいつは。不思議なやつがいたな。行ってみるか。いるわ。なんかえ、ん、なんだろう。よ、ポニ？不審な子がお面越しにチートの顔を見つめている。いいお面だね。ポニャ、聞いてよチート。
作った全然ダメ。鬼退治の才能ゼロ。ちょっと誰あれ、誰だろう。不思議な子を追いかけてみよう。待って待って、チート、ん？ねえ勝手に行かないでよ。ん？さっきの子も多い。どつさえしてる。あ、お面が外れちゃった。はい、君のお面だもん。戻ってきなよ。夜の山危ないんだから。ちょっと、緑の面を拾った、鬼の顔を模した緑のお面、表祭りで出会った子が階段で落としたのを拾った。何あれ、どこの子よ。あれはもしかするとポケモンじゃないかな。そんなこと、え、じゃあさっき山に入ってたのってもしかして鬼、歴史の看板に出てくる。え、あれってマジ話だったの。お面落としていったし、そういうことだよね。チート、お姉ちゃん、もうすぐに。そんなことに何してんだ。すぐに聞け。鬼と会ったぞ。ちょ、わあ。な、何、姉ちゃんうるさい。なんでもない、なんでもないから。どうせ俺の悪口は言ってたんだべ。違うよ。松井さん戻ってるよ。なんとかごまかせたか。え、あんたビビり急にぶっ込むんだもん。すぐって鬼のこと本当にすっごくすっごく好きなの。だから私たち鬼に会ったって知ったらあの子嫌な気持ちになるかもって考えすぎ。どうと思いなんだね。今から鬼に追っかけて山帰られても困るしね。うん、とりあえず隠しちゃったものは仕方ない。さっきの私たちだけの秘密。さっき拾った鬼のお面もしばらくすぐには見せないで。おお、わかった。すぐに声をかけて帰ろう。場所はもう降りた先だね。さすがにお祭りでイライドンを走らせたら迷惑だろうな。お前さ、十分楽しんだ。うん、では帰ろっか。公民館まで送る。ありがとう。翌日